ここは名門の津久見高校出身じゃないですか。はい。で、甲子園出場はなかったんですけれども、はい、もう当時からプロ入りっていうところは意識してましたか？してましたね。中3、高1ぐらいからですかね。うん。だとちょっとバッティングがやっぱり良くなり始めて、スカウトが見に来るとか来ないとか、まあそんな話がちらほら聞こえ始めてきた頃からやっぱりプロって意識しましたね。もしかしたら取ろうかもっていう。タイガースの安藤投手とか、ジャイアンツで活躍した脇谷選手なんかは、あれなんですね、同じエリアの小学校とか、中学校の前なんですね。そうなんですよ。すげえ近所です、実家が。同じ小学校で、同じ少年野球チームですね。安藤さんは結構5個上なんで、一緒にはプレーしてないですけど、うんうん、でも、全然家とか行ったことありますし、すごい近所ですね。うん、脇谷さんに関しては1個しか年変わらないですよね。そうです、まあ、一緒に少年野球はやってましたね。プレーしてました。脇谷さんショートで僕キャッチャーやってましたね、多分。嬉しかったですね。だからあの地域ね、狭い地域なんですけど、そこからまあ3人出たんで、うん、5年間で3人出たんで、うんね、もしかしたら僕の実家のあの地域の人たちはプロ野球選手って結構すぐ慣れるいやいや、そんなことないわ。思ってるかもしれないですけどね。でも、プロ入りは、てっぺいの方が脇谷よりは早かったんよね。あ、そうですね。プロ入りは僕が一番早くて。そうだね。はい。僕の次の年に安藤さんが入って。そうね。で、まあ、もっと言うんだったら、中学校に行ったら、中学校も、まあ、同じ中学校行くんですけど、3人は。うん。今、ソフトバンクの甲斐拓也、キャッチャーの。おう。まあ、もう同じ中学校です。まあ、実家もほぼ遠くなく、車で10分ぐらいかな、10分15分ぐらいじゃないですかね、多分。少年野球も隣の少年野球チームなんで、ね、強い地域だったんで、昔から。野球は盛んな地域でしたね。